皆さんこんにちは。西遊記と聞くとアニメやドラマ、映画など様々な俳優によってたびたびリメイクされている作品のため、人それぞれ思い浮かぶ西遊記が異なるのではないでしょうか。今回は1978年に放送された連続テレビドラマ、堺正章主演西遊記についてご紹介します。西遊記とはどんな話なのかご存知ですか？知っているようで知らない人も多いのではないでしょうか。始まりは石から生まれた猿孫悟空の誕生から始まり、天界から追放されて500年後からが主なストーリーの始まりです。三蔵法師、沙悟浄、猪八戒との出会いを経て、天竺への修行の旅中に遭遇する様々な厄難と、それに伴う三蔵一行の絆や成長を描いたドラマです。題材は中国16世紀前後に書かれた古典小説西遊記。では西遊記の登場人物と役柄、さらに現在の様子を合わせてご紹介します。主人公役孫悟空、堺正章、加賀山の不思議な石から生まれた石猿、三蔵の一番弟子です。当時子供たちからも大人気の孫悟空でした。現在愛称はマチャーキ。実は今までに3度結婚しています。タレント、歌手、俳優、司会者、ラジオパーソナリティと幅広い顔を持っていますが、現在では司会者の印象が強いのではないでしょうか。しかし過去には紅白にも歌手としていました。現在も多くのテレビ番組で活躍しています。役三蔵法師、夏目雅子、仙山満水を踏み越え観南神宮を耐え忍んで、遠く天竺に三蔵神経を取りに向かう唐の若き僧、清楚なカリスマ性と美貌が大きな話題にもなりました。現在西遊記に出演する前は CM などにも出演していましたが、西遊記をきっかけに大人気女優となりました。絶頂期とも言われた西遊記初放送から7年後、27歳の若さでこの世を去り、伝説の女優と語り継がれています。1985年、昭和60年、急性骨髄性白血病のため死去、享年27。役沙悟浄、岸辺四郎、喧伝大将というこの絵の賞でした。いつも最後尾に陣取り、三蔵の警護や留守番役となっています。現在グループサウンズザ・タイガースのメンバーとして活躍し、俳優や歌手、司会者と様々な番組に出ていました。近年では老人ホームで生活していると話題にもなっていました。2020年8月、拡張型心筋症による急性心不全ため死去、享年71。役猪八戒、西田敏行、元は天の川の水軍を指揮する天上界の将でした。女好き、享楽的、旅の行く先々で悶着を起こし、トラブルメーカーですが、ユーモラスな愛嬌ゆえ憎めないキャラクターです。現在記憶残るのは釣りバカ日誌ですね。映画やドラマ、幅広い役柄を個性的に演じています。最近では NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人に出演していました。ナレーターは芥川隆之、元アナウンサーですがナレーターとして活躍し注目を浴びていました。芥川説と呼ばれるメリハリの効いた渋い語り口調が特徴です。有名な作品は西遊記、水戸黄門、必殺シリーズなど、顔のない名優と言われていましたね。次に西遊記の歴史を振り返りましょう。1978年10月から1979年4月に日本テレビ国際放映制作のテレビドラマです。日曜日20時から20時54分に放送されていました。放送回数は全27回。当時子供だった人たちは釘付けになって見ていた、あの頃を思い出すのではないでしょうか。西遊記は日本テレビ開局25周年記念番組として制作されたドラマでした。大河ドラマと同時刻の裏番組として放送していた西遊記ですが、平均視聴率約 19.5%、 最高視聴率最終回 27.7% を記録し、当時は異例の記録として称賛されました。
大河ドラマに対抗するため引けを取らないようにと、当時の金額で10億円の予算が投じられたそうです。例えばオープニングで繰り返し放送される石猿の誕生シーンは、わずか60秒のシーンに2ヶ月の撮影期間をかけ、制作費は1500万円。驚愕な時間と金額ですね。第2話に登場する白竜は原寸大30メートルのモデルと90センチメートル、30センチメートルのミニチュアモデルも加えて合計850万円の制作費がかかっています。番組裏話として、撮影中多忙だった俳優たちは堺正章さんの部屋で昼休みになると点滴による栄養剤を入れ疲労回復をしていたようです。また撮影ロケ地にトイレがなくて困ったこともあり、堺正章さんが夏目雅子さんの体調を考慮し実費でキャンピングカーを購入。このキャンピングカーのおかげでトイレ問題も解決したという話もあります。このキャンピングカーは早朝撮影の移動にも使用されていました。顔がアップされるおぎゃーという5秒のワンテイクに、堺正章さんは3時間もかけて特殊メイクを施していたのです。撮影時の衣装費用は、孫悟空は全進化の衣装を使用し200万円、諸八戒はウールを使用した衣装を中心とし100万円、三蔵佐五城は木綿でまとめた衣装を中心とし100万円。当時の金額で衣装代は500万円でした。三蔵法師の夏目雅子のメイク時間はカツラを含め2時間要していたそうです。どの配役も個性的な役作りに時間がかかりそうですね。主題歌オープニングテーマは五代悟モンキーマジック、エンディングテーマは五代悟ガンダーラ、どちらの曲も五代悟のヒット曲ですね。サントラに加えてオープニングエンディングまでを手掛けた五代悟は、最勇気をきっかけに大ヒットとなりました。当時五代悟を聴かない日はないと言っても過言ではなかったことを思い出されます。そしてこの五代悟の曲と最勇気ドラマは多くの人々に愛される作品になっていきました。孫悟空堺正章の如意棒さばきには子供たちをはじめ大人も注目していましたね。堺正章は軽劇の俳優から如意棒の使い方を習っていました。孫悟空が金と運を呼ぶ時の右の人差し指と中指を揃えて手早く動かすポーズや口笛を吹く定番シーンなど、自らアクションシーンを演じるほかアイディアも考案していたそうです。当時の子供たちの間ではこの孫悟空の真似をして遊ぶことが流行っていましたね。最勇気は予想をはるかに超える人気を理由に、終了から半年後に続編である最勇気2がスタート。前作の流れを踏襲しましたが、諸八戒役西田敏行から左トンペイに変更し、三蔵の相場となった竜の化身である玉良役藤村俊二が新たに加わりました。前作以上にバラエティに富んだ内容になったところが印象的です。孫悟空や敵の妖怪が巨大化したり、特撮技術も高まりました。この特撮には東宝映像が協力しています。放送は1979年11月から1980年5月日曜日20時から20時54分に放送され、全26話放送されました。当時とてもヒットしたドラマ最勇気ですが、制作費用や俳優たちの裏話などを知ってから改めて見ると、面白さはもちろんのこと、俳優やスタッフたちの努力や苦労を感じることができる奥の深い作品になっていると思います。堺正章と西田敏行はほとんど台本を読まずにアドリブの多い演技をしていました。最勇気最勇気2どちらも DVD ボックスとして販売されているので、当時大ブレイクしたドラマを振り返ってみてはいかがですか。現代の最勇気しか見たことがない人もきっと楽しむことができるでしょう。現在も活躍している俳優たちが演じる面白愉快なキャラクターたちは、時を超えて誰もが楽しめる作品です。一人でゆっくりと家族でワイワイと見てみてはいかがでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。